はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。2021年12月、今年もあとわずかです。今日はというか、今日も特に話することはありませんので、感じるがままに言葉にしてみたいなと思います。目をつぶって、降りてくる音を言葉に変換してお話ししたいと思います。あなたも、バックで流れる BGM に少し耳を傾けつつ、僕の話、いや宇宙の音を聞いてほしいなと思います。2021年正月、僕は富士山のふもとにいました。楽しかったです。今年も素晴らしい一年になるなと思って、期待してワクワクして正月を迎えました。けども、あの時コロナが拡大してまして、僕は年末大阪名古屋東京で仕事をした手前、自宅には帰らなくなりました。なので飛行機を少し延長して富士山の麓に行ったわけです。その後福岡に帰ってもこの事務所に1ヶ月いや2ヶ月隔離生活、家族ともほとんど会えずに一人で寒い冬を過ごしたわけです。けどその時、滝行をしながら、しかもあれは大雪の降る滝行を歩いて往復15キロ通ったわけです。いろんなことを考えました。その後呼ばれるがままに比叡山に行き、ご挨拶し、まあいろんなことがありました。デルタ株が蔓延し、ほんとね、世の中どうなっちゃうのかなっていうヒヤヒヤした一面もありましたが、人類はすごいなと思って、それを一つ一つ乗り越えてます。でも今もね、なんとか株っていうのはありますが、まあ大丈夫でしょう。結論から言うと、今年は48歳年男、オリンピックもあった、大変だったなっていう思いが最初に来るんです。でもその表面的な大変さの奥底にすごい豊かな何か、水脈、筋脈、人脈、流脈が流れていたように思います。結果僕はやっぱりとてもハッピーだったなと思うんです。人は何のために生まれてきたのか、幸せになるために生まれてきたんじゃないですか。でもね、幸せばっかりじゃないのがまたこの地球の断りですよね。なんでだろうね。なんで不幸な思いをする人がいるんだろう。なんで楽しくないと思う人がいるんだろう。それは僕自身もこれまでずっと経験してきたから、そのなんでっていう理由に耳を傾けるまでもなく、やっぱりそういうもんだと思って過ごしてきたわけです。でもよくよく自分を見てみると、本当に幸せな毎日を過ごしてるなと思う。いや本当に幸せなんですよ。本当に幸せなんです。涙が出てくるぐらい幸せなんです。でそれは気づくか気づかないかの世界じゃないかなと思った。誰それがこんなことするから、あんなことあるから、経済が、世の中が、政治が、だから自分は不幸だったり、まあ逆に幸せと感じる時もあるかもしれない。けどそれは外側に意識を向けっぱなしで、本当に大切なところに目を向けてないんじゃないかなと思う。じゃあ本当に大切なところ何かったら、神様なんだよね。自分っていう神様に目を向けること。外側で起こってることっていうのは、ただ淡々と起こってるだけなんです。雨が降ってきました、鬱陶しいなと思う人もいれば、やったー恵みの雨だと思う人もいる。同じ雨なんだけども、人によってその解釈が違う。つまり世の中って解釈なんですよ。淡々と起こってるだけ、雨が降って晴れがなって、昔僕の滝行の同士が言ってました。滝に打たれるの冷たいよ、辛いよ、痛いよ、そんなのはあんたが勝手に思ってるだけやろって。滝はな、淡々と流れるだけやって。そらな、夏は気持ちええかもしらんし、あったかいかもしらんし、冬は逆にめっちゃ凍りつくような
厳しい水かもしらんけども、そんなのはただ怒ってるだけやと、淡々淡々とただ流れてるだけと、それに対して何が冷たいだの、まあ、逆に暑いだの、気持ちええだの、なんやかんやね解釈するでしょ。同じ冬の滝行でもすんごい感謝やなって思って、いやこうやって感じられるっていうのは自分が健康だからやって思って、ありがたいなと、尊い修行させてもらってるなって思う人もいるわけ。でも逆になんでこんなことじゃなあかんねんって、いやあんた好き好んできてるんやろと思うわけですよ。でもそれは滝に限らずですよ、この世の中もそうじゃないの。私だけなんでこんなに不幸なんやろって思う人いるんですよ。でその不幸の原因って外部に求めるんですよ。誰それがこんなこと言うとあんなことやった、なんで自分だけお金がたくさんもらえへんのかなとか、なんでこんなに不健康なんかなとか、それは誰のせいでもないし自分のせいでもないですよ。でも人のせいでもないんですよ。ただ怒ってることは怒ってるだけ。けど選択肢があるとすればそれは自分にあるんですよね。人間の脳っていうのは全部を吸収できないんですよ。パンクするから。まあ潜在意識には入ってるらしいという説があるけど、何かを見たり聞いたりするってのは必ず選択してるんですよね、自分で。めちゃくちゃ集中してたら周りの音聞こえませんよね。うわもうこんな時間やって結構あると思うんです。それは自分がある物事に集中し、そこに選択してるから、そうじゃないものが削除されてるだけなんです。そしてその人にとってその削除された世界というのは世界じゃないんです。もうないんです、なかったことになってるんです。知らんのでそんなことは。自分が今集中し選択してる、それだけが世界なんですよね。でその選択肢が常に与えられてるわけです。雨が降ってきた、鬱陶しいなと思うのも選択やし、やった恵みの雨やと思うのも選択やし、逆にめっちゃカンカン出れてさ、うわ気持ちいいな最高やなって思うのもあれば、なんやもう日焼けするやんけみたいな文句言う人もいるでしょう。でも淡々と雨が降ってるし、淡々と太陽が照ってるだけなんですよ。それに対して雨なの晴れなの鬱陶しいなの気持ちいいなのいちいち解釈するでしょ。でもそれが人生じゃ人生なんですよ。だから今もし不幸やなと思ってる人がいたら、それは自分がそこに選択してるだけなんですよ。誰それのせいでもないんです。誰それさん、例えば特定の田中さんっていう人がおったとしましょう。別にごめんなさいね、全国の田中さん、多い名前やからたまたま選択させてもらったけども、あの田中さんがおるから私は不幸やって言って、じゃあ仮にですよ、自分がその田中さんから去ることもできますよ。まあそれも選択ですよ。でもね、例えば別の職場に行ったら同じような鈴木さんがおるんですよ。わかるでしょ、経験あるでしょ。なんかあの転職とかするとなんかあの時のあの人やなこの人はってないですか。昔ね、まあ、小さい話ですが、僕吹奏楽やってたんですよ。で、まあ、いくつかエキストラも含めていろんな団体で演奏させてもらったんですよね。そしたらね、なんかねデジャブるんですよね。あのパーカッションのなんとかくんはあの時のバイオリンのなんとかくんと同じやなみたいなのすごくあるんですよ。まあ要はその人間のパターンとか人間関係とか組織団体のパターンっていうのはそんなに多様性がないんやなと思うんですよね。いやもちろん顔も名前も属性も全然違うけども、でもこの人はあの時のあの人やと。でそうなると必ずどこに行っても嫌なやつがいるんだったら嫌なやつがいるんですよ、ずっとね。僕もいましたよ確かに。でもいやいや、もうそれはあとは選択やと。場所を変わったらその人がいなくなるってわけじゃなくて、場所を変わってもそういうものにフォーカスしているとそういう人が現れるんですよ。あの時の田中さんがこっちの鈴木さんやになるんですよ。根本的には周りとか環境を変えるとか逃げるとかでなくて、自分のフォーカスを変えればええだけちゃいますっていうことです。僕がこれ今ちょっと大阪弁っぽくなってるのはあのナチュラルだからなんですね。僕結構器用な人間で完璧な標準語も喋れますけど、完璧な大阪弁も喋るんですね。まあ博多に住んでますけど、博多弁はめっちゃ怪しいです。まあそれはともかくとしてですね、そんなもんなんですよね。何にフォーカスするか。じゃあ今から今日何にフォーカスします？ハッピーにフォーカスしますか？それとも
なんやかんや、うだうだあいつないわとかね、なんでこんなことあんねんとか、そういうことにフォーカスしますか？今フォーカスするだけですよ。そこに集中、選択するだけですよ。それで瞬間に自分がハッピーなのか、もしくはアンハッピーなのか決まってしまうわけです。つまりそれは気づきなんですよね。どこに気づくか。いや、それはな、不幸な部分もありますよ。でも俺は、少なくとも俺は、ハッピーに気づきたいし、そこに集中したいんです。いや、そんなん言うたら成長しないじゃないですかって。何のための成長ですかって。なんで不幸を選択したら成長できるんですかって。思んないやん、そんなもんな。成長なんかいつでもできるっちゅうにって。幸せを選択するのも成長ですよ。で、最終的に、ああ、この人生良かったな。いや、もうちょっと生きていきたいなと思えば、それはそれでええんちゃうんと思うんです。幸せも不幸も同じように、いや、むしろ人間としての修行やから、不幸をたくさん背負った方が人間として価値あるんです。誰が決めてんそんなことって言うんですよ。誰も決めてへんじゅうに。自分が選択するものが全て。でね、おもろいことがあるんですよ。じゃあ今から俺、ハッピーに選択するわ、集中するわって決めるじゃないですか。例えば48時間ぐらい、そうやってしまおうって決めるんですよ。ほんならさ、めっちゃいいこと起こるんですよね。なんでか言うたらさ、もう自分のフォーカスしてる先、要するに自分の頭っていうのは非常に限定的やから、そんな器用ちゃうんですよ。もう幸せも不幸もですね、同じように感じること無理なんですよ。例えばね、僕今これ腕つなりますよね。ここで、ほっぺたつなりますよね。どっちかしか痛くないんですよ。ごめんなさい、今ちょっとどっちも痛かった。いや、これどういう話かったらね、俺滝行するじゃないですか。さあさあ、冬場足パチンとつけるんですよ。めっちゃ足冷たいんですよ。うわ、こんなやってられるかもでしょ。俺滝入るでしょ。そしたらこっち冷たくなるんですよ。足の冷たいの忘れてるんですよ。ほっぺた今痛いわ。あ、今こっち痛くなった。ちょっとやってみてください。そういうのもね、ほっぺた詰まります、めっちゃ痛いで、腕をつなります、こっち痛くなくなるんですよ。そんなもんなんですよ。いやいや、そんなことない、両方痛いわという人は、あなたは両方痛いのにフォーカスしてるだけなんですね。じゃあ後ろからまたつねってもらってください。ほなそっちばっかり何すんねんと思ったらこっち忘れてますからね。そんなに器用じゃないんですよ。まあ同じように幸せも不幸も同じように味わうことできないですよ。どっちかなんですよ。どっちかどっちか、いや両方できる人なんかいるみたいですけどね。なんかね、天才的な脳の人、まあそうじゃない人多いと思いますんでね。でね、幸せばっかりに、いや私はもうハッピーになれないと、もうハッピーって言うだけでいいよ。もうハッピー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 、あ、ちゃう、これちゃうね、こっち側ね、まあいいや、まあハッピー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 って、ずーふにずーっと口ずさむだけでもええし、いや、ついてるでいいですよね。ついてる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 、ありがとう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 、ゾフィー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 、あ、これあのウルトラマンの最終回やった、ごめんなさい。今ぶっこんできた、まあ知ってる人は笑ってください。そうやってつぶやくだけで48時間ぐらいずっと幸せな気分になるんですよ。で、これ持続するんですよ。俺最近めっちゃハッピーなんですよ。なんかわからんけどめっちゃハッピーなんですよ。めっちゃハッピーなんですよ。もう泣くほどハッピーなんですよ。涙出てくるハッピーなんですよ。だからさ、ええことばっかりですよ。俺これから東京出張するんですよ。めっちゃ楽しみなんですよ。もうね、セミナーもあるし、ジャズもあるし、ね、僕はもうスーパーアイドルとしていたピアニストの北島直樹さんのレコーディングさせてもらうんですよ。最高でハッピーです。なんでこんなこと起こるんかなって本当に楽しいんですよね。でそうやってやってるとどん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 拡大していくんですよ。連鎖していくんですよ。本当にいいわ。ほんまに最高、ほんまに最高や。2021年ほんまに最高やった、みんなありがとうございました。これ見てくれるあなたのおかげです、でも僕もあなたに何か貢献したいと思って撮ってきました。だからまた来年もよろしくお願いします。いや、まだ終わってないですよね。今年終わってないけど、なんとなくそういう気持ちになりましたんで、僕が言えることは一つだけです。ハッピーに修正しましょう。ハッピーにね、いろんなことあるけどね、いろんなことあるけど本当に、ハッピーに集中しよう。それだけ。別にそんなアンハッピーに、ね、フォーカスせんでええから、何の得もないから、誰得って感じですよ。ハッピーでいこう、ハッピーでね、ついてるでいこう、ありがとうでいこう、まあそういうことを今受け取らさせてもらいました。自分でこれ見返さんと何言ってるか分からへんと思うんで、また後で編集しながらええこと言うてるかとか、もうちょっとノーカットできますんでね、字幕はつけますけど。というわけで楽しいですね。ありがとうございます。